おはようございます。茂木耕作海空研究所朝礼、今日は令和5年11月21日でございます。今日もね、番外編で沖縄に来ているんですけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。森本家が7人制ラグビーのね、パリオリンピック出場決定にめちゃくちゃ湧いてですね、前くんのスタイフはもちろんなんですけど、あかねさんの熱い熱い投稿がね、もうなんかなんて言うんだろうな、あかねさんがすごく胸を打たれてる感じに胸を打たれるっていう。俺はその7人制ラグビーに熱狂して、7人制ラグビーももちろん確かに劇的な勝ち方で素晴らしい結果だから、それにもそのあすごいってのもあるんだけど、そこに胸打たれる以上に、あかねさんが胸打たれてなんか本当に歓喜してるっていうか、まあ、あかねさん個人じゃなくて森本家がね、素晴らしい状態に今ねあるんだなっていうことにね、すごいなんていうか熱くなっちゃうっすよね。本当になんか本当に文字を読んだだけでこんなにグッとくるってなかなかないんだけどね。いや本当なんか良かったなって思ってますね。はい、そして、まあ、周平さんがスタイフでね、いろいろもう2本ぐらい上げられたのかな、まあ、昨日はね、侍ジャパンの劇的な勝利についてとか、なんかその劇的な勝利そのものを直接、まあ、自分がファンで味わうとか、応援してこう良かったってなるとかっていうのも、もちろんなんていうか、ね、それもハッピーの一つの形なんでしょうけど、なんか直接ファンじゃなくてもさ、直接試合見てなくても、うーん、心から歓喜している人のなんていうかエネルギーがこもった言葉とか、文章とか、それに触れるだけでめちゃくちゃ熱くなっちゃうっていうね。でこれはそのなんだろうな、そのプロの発信者じゃない場合はさ、その話し方がうまいとか文章力がこう泣かせるとか、そういう問題じゃないじゃん。やっぱりなんかその人との関係性がやっぱりどういうふうに近いかとか、どういう付き合いをしてきたかとか、今までどういうことを共有してきたかとか、それが振りとしてめちゃくちゃ効いてるからグッとくるんですよね。いやだからなんか急にさ、だから見逃しちゃったいろんな試合とか、見てなかった、そんなに入れ込んでいなかったスポーツであるとか、なんかそういうものがその急に自分の中に入ってくるみたいな、そういうことがこうなんかねこっち来てすげえ感じてますね。なんかそうそう、毎朝ねこっち来てからもうライブ配信で朝礼やろうかなと思ってたんですけど、なかなかねホテルのネットの接続があんまり早くなくてですね、どうやら難しそうなんで、まあ、それはねちょっとどっかで収録して流そうみたいな感じで、まあ今日みたいにね思ってたんだけど、それもそれでなんかね意外と開かないのね時間がっていうね、まあ、なんかそんな感じだったんですけど、今日はね午前中、まあ今日この後ね午後はいつも通り作業があるんですけど、まあここね今どこかっていうとですね、言うの忘れてましたか、沖縄大学の琉球大学の理学部の屋上なんですね。でここに後ろにですね、実はこのアンテナ立ってるの見えますか、これでセンサー、気象センサーをこう風船つけて上に上げるんですけど、その受信アンテナがここの屋上についてて、で、風船に水素ガスを入れて、でセンサーつけて上空に飛ばすということをやるんですけど、その場所がですね後ろの駐車場が見えますか、駐車場の奥でいつもやってたんですけどね、まあその映像もね、シェアしてユージンさん結構頑張って見てくれたみたいですけど、そういろいろあるんですよ、紐の長さがどうだとか、
水素ガスの量がどうだとか、あの試行錯誤がいろいろありまして、でまあ、一般的に確立されてるやり方をする分にはそんなに失敗ないんですけど、もうちょっと高くまで飛ばしたいとか、いろんなチャレンジを試みようとするとね、思ったようにはいかないみたいなことがたくさん起こるっていう、なんかその実験ですよね。だからできるだけいろんな失敗をこう確認して、なんていうかな、うまくいくことが目標ではなくて、いろいろなやり方を試して、うまくいったりいかなかったりのこう結果の幅がたくさんできることが経験値としてはねすごい重要っていう、まあなんかそういうミッションですよね。なのでまあなんか一日中楽しいんですけど、まあ忙しいわけじゃないけど、まあとにかく一日中なんか考えることある、試すことがあるみたいな、まあ、そんな感じで、やっております。それでですね、まあ、前回はねキャンパスの、そうですね、どの辺だったんだろう、どの辺歩いてきたんだろう、屋上から見ると一望できるわけじゃないんで、あっち側の森の方を前回はね歩き回ったりしてたんですけど、それでね、そうそう、あとはなんだ、砂塚さんとか小山愛さんとか、友人さんがねゴジラマイナスワンを見てきたよっていうねシェアをしてくれましたけど、いやー嬉しいですねまだ何をシェアしたわけじゃないんだけど、見た人がいるということがねただただ嬉しいっていうね、いやこういうことなんですよ、なんかね、なんだろうな、こういうコミュニティになりたかったよね本当に、うん、いやなんかそのゴジラマイナスワンを見た人は世の中めちゃくちゃいると思うんですよ。なんかもうシンゴジラの観客動員数を上回るペースでどんどんこう大ヒットしてるらしいんですけど、まあ、そのトータルはねまだ公開されてしばらくしか経ってないからわかんないけど、まあ、とにかくすごい評判は評判らしいんですね。でその一回ね見ると、YouTube 上にこうたくさん無数に転がってるネタバレありの感想動画で、まあ本当にもちろんねそのいまいちだったとか、ここはどうなんだとか、そういう人もたくさんいらっしゃるんですけど、そういうのも含めてね、なんかなんていうか楽しみが広がるんですよね、一回見るとね。ネタバレありで喋りますよな、こう本当にこうなんていうか、まあ映画に詳しい人が多い、多分ねそういう発信っていうのはそういうのは詳しい人が発信してる場合が多いから、なるほどそういう視点もあるのかみたいなのってっていうか面白いですよね。なんかねそれもだからなんか僕からするとそういうのもすごく研究に見えるんですよね。まあそうも言えるよねと立場とか前提とか見方とかちょっと前の文脈をどのように解釈するかとか、まあ、あとはその歴史をどのようにこう振り返るかとか、歴史観ですね。だからそのまあなんていうの、戦後の日本っていう歴史もあるし、ゴジラの歴史っていうのもあるじゃないですか。そのゴジラ映画の歴史みたいなのもあるらしいんですよね。だからこう今まで何十作も作られてきたゴジラ映画の中でいろいろこう多分思い入れがある人はさ、ゴジラの歴史上このように位置づけるみたいな話もあるんでしょうし、まあ、単純に前作のシン・ゴジラとの対比みたいな人もいるし、そうかと思えばその先の大戦をどのように見るのかとか、戦後の日本の復興において文化をどのように捉えるかとか、なんか分かんないけどそのいろんな見方あるもんだなというか、そのまあそれなりにね、みんなそれぞれそれなりにちょっと一回は勉強するような話がバックグラウンドになってて、だからまあみんなこうスッと分かりやすく映画のこう背景とかも入ってくる、そんな難しい映画じゃないから、みんなそれぞれこう知ってるよっていう話がバックボーンにはなっているはずなんだけど、でもその
みんなが知ってるはずの共通認識のはずのところでも細かく解釈とか前提とか、今との関係っていうか今とのつながりで過去をどのように見るかみたいな話って本当無数にっていうか見方があるもんだなっていうのが、一つの共通のストーリーを見た時に意見が分かれるみたいなことでさ、すごく顕在化するっていうか、それが面白いんだろうな、なんかだから一緒に見たいんだなと思ったりしましたね、なんか、はい、とにかくね、愛さんが見に行ってくれて嬉しいですね。で、砂塚さんも見てくれた。砂塚さんどう思ったんだろうな。いや、なんかこれね、世代の違いもある気がするんですけどね、50代には50代の見方がありそうだし、まあ僕らは10年違うと、まあある程度そのちょっとなんていうのかな、近現代史っていうんですか、なんとなくで、ここ数十年のこういう時代だったよねっていう捉え方がなんか認識違うんだなっていうのを、すげえいつも思うんですよね。で、これ観測してても普段あんまりしない感じでこう、まあ今回のメンバーだと5人でジャムステックのメンバーが来てるんですけど、30代の人、40代の人、50代の人っているわけですよ。そう、みんなで同じ目標に向かって同じ気象学のバックボーンがあって、で同じ作業をしていて、で目標一緒、目的も一緒なんだけど、結構分かれるんですよね、見方が。あ、なるほどと、なるほどねと。まあもちろんだからリーダーがいるんで、そのまあ今回は一番若い39歳かな、39歳の研究員の人がプロジェクトリーダーのミッションなので、その最終的にはその人の意見でこうやりたいって言ったらその人の言う通りになるんですけど、まあそれまでのこうディスカッションの流れによって何をディスカッションしてるのかなと思ったら、もちろん課題があるからそれについてディスカッションしてるんだけど、なんかその課題についてどのような背景を設定するとか、どのような前提を自分の中に持ってるとか、まあもちろん経験も違うし実績も違うしとかっていうのもあるんですけど、なんていうか、そうするとね噛み合わないってことはないんですよ。議論は噛み合った議論においてもなんていうか終わらないんだよねいくらでも続けられるっていう、そういうことが起こるんですよね。それがなんか面白いよなっていうのが観測に来るとすごく思ったりしますね。はい、まああとはね、まあちょっと前回も言いましたけど、琉球大学の学生さんの研究発表をちょっとね、なんか聞く機会があったりとかして、まあ、めちゃくちゃ優秀なんですよびっくりするぐらい優秀なんですよ本当に。なんかね、まあだからそのちょこちょこその合間にそういう、まあ、なんていうか顔突っ込んで首突っ込んでもう一回話聞かせてって言っていろいろ聞いたり、もうだからもう 2,3 日の間にそのセミナーで話してたことを踏まえて今度こんな結果にもうなってますみたいなのがこう進展があったりとか、とにかくエネルギーがすごいから、今日もね朝ね、僕8時半にここの琉球大学の部屋に来たんですけど、いやお散歩で来て誰もいないかなと思ったらもう一人学生来てました。住んでるのかなと思ってまあ、住んでそうだなと思いましたけど、まあでもとにかくね、まあ、優秀って何なんでしょうね。一生懸命勉強して頭が良くなったみたいな、こうなんていうの、そういう感じじゃないんだよな。没頭してるっていうのか、夢中になっちゃってて止められない状態になってるっていう、それにはもう勝てないですよね、なんていうかね叶わんなと思いますね。まあなんかそのもちろん僕
ックも含めてね、僕らこう5人のスタッフで来てますけど、その人たちもこっちはこっちで一応プロとして、ね、気象学の分野で経験だ実績だとか、この論文書いたとか、こんな研究者とこんなディスカッションした過去があるとか、いろんな人見てきたとか、それそれで、まあ、なんていうか、ある種自負はみんなある人たちだし、僕もあるんですけど、なんかそういうのとは種類違うんだよな、なんかやっぱりな、やっぱデビュー曲というか、象徴作を超えられるものがないっていうのもなんか真理って真理だよねやっぱりなんかそれって技術とか経験値とか何にもないんだけど、もうなんか異常なクレイジーになるようなこうエネルギーが注ぎ込まれるものには勝てないよねっていう、なんかそういうもんなんでしょうね。なんかそれをね、なんかすごいこう久々に感じてますよね。だからなんか大学でずっとそのまあね、その大学の先生とかの立場だと、そういう学生さんをずっとこうなんていうか自分の環境に要因できるっていうのはすごくいいことでもあるのかもしれないし、まあ一方で大変なことかもしれないんですけど、普段触れそういうなんかエネルギーの塊みたいのに触れてない僕らからすると研究所の人間ですね、学生がいない組織というか、そういう人間がたまに学生に触れるとですね、まあ、学生全員がそうってわけじゃないんだけど決して、ただまあいるとこにはいるもんだなっていうね、そういうのをこうなんか見つけちゃうと、ものすごい、なんていうんですかね、これもハッピーなんですよね、僕にとってはね、うん、なんかその人がすごいんだって僕にとって僕のハッピーと本当は関係あるのかなと思うんですけど、いやなんかなんでか知らないけどめちゃくちゃハッピーな気持ちになります、そういう人、うわすげえこういう人いるんだと、なんなんでしょうね、なんか未来が明るいんだなって思える要素が見つかると、自分に直接利害とかなくても、ハッピーだと思うものなのかもしれないですね、そのゆっかさん その幸せの正体とかっていう文脈でいくとね、僕にとってはそういうの結構あるのかもしれないなと思ったりしましたね。なんか物語の共有ができる、まあ、例えば、同じ映画見ました、違う感想なんだけど同じストーリーを見たっていう、まあ、ビバンの時もそうでしたけどね、なんかそういうのもハッピーの一つの形だなと思ったし、あとはなんかそのずっと過去のいろんなこうやり取りだとかコミュニケーションずっと取ってきた、積み重ねてきた人が何かに熱中していて、そこの先でその人が嬉しいことがあった、まあ、ラグビー勝ったとか侍ジャパン勝ったとか、なんかそういうのがあって心底喜んでるみたいな状態になってることに触れるっていうか、それもハッピーなんだよね。もうなんか別の種類ですよね。なんかね、直接利害あるかって言ったらないんだけどないんだけどっていう、その利害でハッピーを感じるっていうのはまあもちろんあると思うけど、何かしてくれたからとか何かくれたからとか、直接僕自身に対して何かいいことをしてくれたとか、それでのハッピーっていうのももちろん一つの形なんだけど、それ以外もこんなに種類あるもんだなっていうのを結構ね、ここここ最近ねいろいろ見れたなっていうか、浮かび上がったなっていうか、まあもともとあったんだけど、まあ、ゆきかさんのねこういろんなそのセミナーのシェアとかそういうのを通じてこう改めてなんか整理できたかもしれないですね、はい、とか思ったりしております。ということでね、佐藤ひろみさんおはようございます、川明宏さんおはようございます、阿部ゆきかさんおはようございます、小山愛さんおはようございます。こちらマイナスワンどうでしたか、どうだったんだろうな、言っていろいろ言ってわかんないけど、佐藤南君おはようございます、まあ日々ね
ナオくんもね、そうそうそう、ナオくんのこう日体大のね、活躍ぶりとか、それに対してこう応援してくれる人に対してナオくんのプレーじゃないんだけど、それに感謝を述べてるとか、なんかそういうのもね、まあ、ナオくんが嬉しいのはわかるよ、もちろん。ただなんかそれを見て俺がなんで嬉しいんだろうなってそのよくよく考えたらっていうそれ結構思ったりするよね、やっぱりね、うん、まあ、でもそれもハッピーだよね。あとは、はい、山田友人さん、おはようございます。ご夫婦でね、ゴジラマイナスワン見てきたということで、なんか俺ひとみさんのね投稿好きだな。なんかひとみさんすごいゴジラのコアなファンだったんですね。なんかそれがなんかちょっと笑っちゃったかな。あ、そうなんだっていうね。まあでもなんかそんな気もしたけどねっていう。いや、あのひとみさん好きなんじゃないかなっていう気はね、俺そんなひとみさんとこうたくさん喋ってないけど、一言二言ね、そのイコロ動物病院でちょっと話したぐらいじゃないですか、あの時ね。だけどひとみさん好きなんじゃないかなって思ってたんですよね。それがちょっと面白かったですね。あの投稿見てすごいこれもハッピーだなと思いましたね。やっぱりだ、やっぱりひとみさん好きだったと思って、なだから何って話なんですけど、ね、あの当てたからすごいって言われるってハッピーなわけじゃないんですよ。なんかなんだろうな、これはまたよくわかんないですね。うまく名前がつかないハッピーの種類だなとも思いますけど、これ何なんでしょうね。はい、中村周平さん、おはようございます。もうね、なんて言うんでしょうね、周平さんもなんかやっぱりね、筋トレを裏切らないっていう感じがこう周平さんからやっぱり出てきてるよね、最近ね。こう疲れても充実してますよっていう、なんかそのタフネスを感じますよね。まあだからその先週とかさ、ちょっとこれ憂鬱感あるよねこういう時ねみたいな話もあったじゃないですか。あれはあれで俺はなんか逆にタフネスを感じるというか、あれスタイフで公に喋れるわけですからね、すごいタフだなと思いましたね。でそれはそれでそうだし、実際なんか少年野球でこう監督としてパリッパリにバッキバキにこう動いてっていうフィジカルなタフネスももちろんね、声から出てるよね。いやだからそういう人のだからそういう人がさ、侍ジャパン見てこういうふうに思ったっていう話が、なんかただ見て、あ、勝ってよかった、すごくいい試合だったっていうのとはなんか全然違うんだよな、なんかな。それ何なんでしょうね、その文脈ってね、わかんないけど、だからそういう関係性にこうやっぱり1年2年こうなんていうか、サロンっていう謎のタグ付けでさ、こう結びついた関係でいると、なんかやっぱり特別ななんか文脈が生まれてんでしょうね。なんかすごく特別な言葉に聞こえてくるっていうか、そんな周平さん特別なことを喋ってるわけじゃないと思うんだけど、なんていうかな、聞き入ってしまう言葉になってくるんだよね、これがね。面白いなと思って。寺橋ゆかさん、おはようございます。ゆかさんがなんか最近なんていうんですかね、ものすごい発信量なんですけど、だからそうだな、そういえばだからゆかさんのエネルギー量もすごいなと思いますね。なんかそうだな、60にして、そう20代のこう学、ね、琉球大学の学生さんたちのとってつもないエネルギーみたいなのとなんか同じ匂いを感じてるっていうね。これなんか止まらんなこの人っていう、溢れて止まらないもんは、だからそのモチベーションとかっていうのとはもう全然別の
時間軸にあるっていうかさ、モチベーションがあるからとかじゃなくて、湧いて出てくるからその、っていう、なんかそういうエネルギー源の人っているよねと思って、そういえばゆかさんそういう感じですね今ね。なんか発信の全てが結構なんていうか、なんか一つ一つさ、まあなんかその深いんだけど、あの可愛いんだよな、なんかポップなんだよ話が。なんだけど、止めどなくいろんな角度から発信してて、まあね、逐一ね、ゆかさんのこう投稿毎回シェアしてるけど、なんかその全部読まされちゃうっていうね、すごいっすよね。ああいう感じになれたらこう、それは健康だろうねっていう、はい。清水信之さんおはようございます。山本健太さんおはようございます。森本あかねさん、全くんかんくんおはようございます。名塚森忠さんおはようございます。ということでね、今日は皆様どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。じゃあね。